白山いじりのは全国に137カ所、海外に4カ所ある恋人の聖地の1カ所です。いじりのが恋人の聖地に認定された理由は、この地域に伝わる民話からです。伝えたい白山、今日は縁の谷の昔話。白山加賀禅浄道をたどる、知る、語るを目的にこの本を綴っております。今日は白山加賀禅浄道、標高1480メートル、ヒノキ神宮の縁の谷に伝わるお話です。男女が集団で白山に登り、山頂の神にお参りした後、暗闇の中で草合わせをしてちぎりの相手を決める、そんな史実が白山市頭蓋府の施設から見つかりました。山の神が授ける天縁として、草合わせという方法で結婚の相手を決めるという、実におおらかでロマンティックな習慣が古の白山麓で行われてきたのです。そんな史実をもとに一つの物語を作りました。白山をめぐる奥深い魅力に触れてください。白山のふもと、ヒノキ神宮でほのぼのご縁が生まれるお話、縁の谷の昔話、始まり始まり。昔々、白山のふもと奥深い里に、田畑を耕し、森の恵みを大切にし、流れる水をありがたく思い、自然と仲良く暮らしている人たちがおりました。この村に康介という働き者の男がおりました。朝から晩まで年老いた両親の代わりに一生懸命働く親思いで優しい康介でしたが、どうしたことか、なかなか良いご縁に恵まれず、未だお嫁さんがいないのでした。ある夜のこと、康介は夢の中で不思議なお告げを聞きました。お嫁さんが欲しいのなら、次の満月の晩、白山へ参る途中にあるヒノキ神宮に行くがよい。途中目に留まった草花を一つ摘み取っていけば、その相手に巡り会えるだろう。不思議に思った康介でしたが、お告げの通り、次の満月の夜に白山に向かって出かけたのです。テク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 。途中、康介は一輪の美しい野菊が目に留まりました。そして摘み取ると、月明かりの山道を檜神宮へと向かいました。テク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 。檜神宮に近づくと、なんやら人の気配がします。見ると、神宮の境内には何人かの若者が集まっているのです。そしてみんな手に手にさまざまな草花を持っているのでした。神宮に近づいた康介は、ふと一人の娘が目に留まりました。不思議と心惹かれるまま近づいてみると、娘の手には康介が摘んできた野菊と全く同じ花があるではありませんか。娘の名はおきくと言いました。私も夢でお告げを聞いてまいりました。この同じ花を手にした人がお前の婿になる人だと。恥ずかしげにうつむきながらのおきくは野菊を差し出しました。
康介も微笑みながらお菊に花を手渡しました。この世新宮に集まった若者たちは皆同じような夢のお告げに導かれたのです。そしてそれぞれが同じ草花を持つ相手と結ばれたのでした。そんなことがあってから檜新宮のある谷はいつしか縁の谷と呼ばれるようになりました。こうして里に帰った康介とお菊は夫婦になり、たくさんの子供に恵まれ末永く幸せに暮らしました。また縁の谷で巡り合った男女も皆それぞれに結婚して、里はますます栄えたということです。終わり。この民話に出てくる日野新宮は一里野の町から4キロ南に白山に向かって登山した場所にあります。徒歩で行きは4時間、帰りは3時間かかります。大きなヒノキが群生する森が特徴です。日野新宮はヒノキが白山の神仏とされ、その下に地蔵菩薩を祀る祠があります。一日で日帰りできるトレッキングコースとしても魅力的な場所です。皆さん一里野にお越しください。